最後に2人が向かったのはコンサートやイベントが多く開催されている信州国際音楽村。館長の南村さんにお話を聞きます。どういうホールなんですかこれは。はい、このホールこだまはですね、実はできました、今年35年目になりますね。純木造のですねホールということで、柱からこう床からこうね壁から、ここはもう全部木なので、とてもまあ珍しいホールにはなってますね。利用する方々はまあ地元のですね、まあ小学生とかアマチュアの団体さんもいらっしゃれば、海外の方なんかもですね、このホールでですねいろんな演奏会をしていただいてということが、はい、年間数多くございます。木だとほわっと優しさに包まれるような音になるんですよね。そうですかね。困らせんだったら俺だけにしてもうちょっと素晴らしすぎて帰りたくないですね。もう、まあ、そう泊まりたいな、ここに。泊まるのは無理でしょうよ。そしたらぜひですね、ここはホールの横にですね研修施設、宿泊施設がありますので、ぜひ泊まっていただければ。泊まれるんですか。そうなんです。ここはですね、はい、まあもともとその研修ができますよということでこうできているので、はい、まあ、平たく言っちゃうとホールというよりは、まあ、ペンションみたいな、つまり泊まれて最後に発表会がこれできますよっていう、大きなホールがある、まあ、ペンションみたいな、こんな風な、まあ、夏場はですね運用が結構ありまして。信州国際音楽村は他にも魅力があるということで、外に移動してみると、ホールだけの魅力じゃなくてですね、はい、いろいろあるんですね実は。これは実はラベンダーなんですけどね、下の方が、はい、水仙、春は水仙で、これ、まあ、夏にかけてはラベンダーということで、お花のですね、観光地にもなって、はい、まあ、非常にまあ皆さんにですね楽しんでいただいていると。信州国際音楽村は音楽とお花の両方が満喫できるスポット。4月に咲く水仙はなんとその数およそ10万本、真っ黄色の世界が生まれます。そして6月中旬から7月中旬にはラベンダーが見ごろを迎え、この時期にはラベンダー祭りも開催されます。でこういったものをですね地元の方々ボランティアでですねいろいろご協力いただいて、ラベンダーのこうちょっとポプリを作ったりとかですね、まあ、そんなことをやってるんですけど、もしよかったらその作業お手伝いどうでしょうかね。お手伝いいただいて。来ました。やりますよそら。ということで2人はスタッフの菅沼さんに教えてもらいながら、乾燥ラベンダーを使ったポプリ作りのお手伝いをすることに。まず、はい、ポプリとは何ぞやというところから。音楽村で言っているポプリは、音楽村で採れたラベンダーを細かく花見のような状態にして、これを袋に詰めて、いい匂いだなって嗅いで癒されるんです、ね。なるほど。はい、それをポプリと。そういうことなんですね。はい、そうですね。早速やりましょうか。はい、はい、やってみてください。これね、もう香りがすごいんですよ、今これ。すごい。ね、酔っちゃう感じです、ね。すごいですね、本当に。この後もポプリ作りを進めていきます。画面越しにもラベンダーの香りが伝わってきそうです。はい、ありがとうございます、うん、そろそろちょっと見てみましょうか。 OK ですか。はい、こんな感じで。おー、いいですね。色もすごく綺麗になったし、匂いもいいですよね、はい、販売をねこれからして皆さんにお分けしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。いやー、こちらこそ、本当にね、ありがとうございます。さまざまな魅力がある信州国際音楽村、南村館長に今後の展望を伺いました。これまで本当こう地域の方々のお力添えですとか、またいろんな方々のご利用によってですね、まあ、今までなんとかこうこちらも運営がしてこれたかなと思ってます。まあ、40年50年とですね、まあ、いろんな方にこう、まあ、ご利用いただいてですね、またそういう中でこんな風に使ってみたいとか、ね、野外ステージとかいろんなこう場所もありますので、皆さんのこうアイデアぜひお聞かせいただきながらですね、我々も一生懸命お手伝いしながら何か面白いことができればなと思っております。うん、じゃあお礼にちょっとお花をお渡ししておりますので、はい、こちらですねぜひ飾っていただきたいと思います。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、信州国際音楽村のパノラマステージ響きで、最後はわらちずなるおに今回巡った丸子地域の魅力を書き込みます。まずここですね、うん、音楽ホール。そうですね、素晴らしい音楽ホールで音符がたくさん出ております。はい、そうですね、はい、みんなをね幸せにする音楽がここに流れているわけですよ。そうですよ。こちら、はい、かけ G やね、はい、書きました。よくかけてますねこれね。確かにこんなんでした。そうですね、うん、はい、そしてこちら、はい、
スープですね。はい、フルコースのね、めちゃくちゃうまかったねこれね。唐辛子が入ってますよというアピール付きでございます、うん、はい。この他にもハートビートマルコに所属する篠原さんが育てたトルコギキョウやマリコワイナリーのワインや樽などマルコ地域の魅力をイラストにすることができました。マルコ地域素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。いいところ尽くしでした。最高でした。はい、いいね。上田。